コンコンコン、キツネさん。いやいや、2学期も始まりまして、久々の休みです。私も、そしてトカゲくんも久々の休み。何もすることが決まっています。何も聞いてないですよ。何も決まっていませんのプランの動画です。どう2学期始まって。まあ、変わりはないですよ。ていうかさ、ちょっと宿題やんないとダメでしょ。社会のテストの確認、それやって、ご飯食べ、お昼食べ行って、とりあえず休日を楽しみたいと思いますよ。削減しよう、とりあえず。コントローラー貸して。まだ、まだ、もうできた。ちょうど今さっきやった。じゃあ先にあれやろ、社会の確認。東京は花見はすごい。ちょっとピント持ってきて。先にそれやってからちょっと待ってね、今 AI にやらしてる。そんな時代が AI にやらしてる。 AI じゃないでしょ、コンピューターでしょ。いつも俺かっこよく言うな。俺そんな時代かと思った。ワンのワンの社会、あ、サトシ難しいね。ワン点取った。ワン簡単だよ、はい、まあ簡単なところからいい。ここは何だと思いますか？お、東京湾ですね。おが東京湾？それそうか。すごいね、ワンのテストですよ。ワン。やば。そんなん。将来クールアングラーズだね。漢字が難しいワンの。これ全部書かなきゃいけないじゃないか。そうだよ、これはね。ああ、いいね、東京湾。で、はい、加賀相模湾。かの相模は、はい、そこから全く知らないです。あと絵がなんとかはなんだっけ、この絵がこの仙台湾。仙台湾なんて、仙台湾なんて知らないよ、ね、聞いたことない。だって地図帳にも載ってなかったもん。これ全部全部あるよね。なんていうの、あまり出ないよね。あまり出ない、あ、出ない。難しいねこれ。ちょっと待った、これも知らないよ。これを確認して覚えて来週のテストに臨みます。今社会頑張ってんだよな、うん、ねえ、ポッポ潰れちゃってた。長崎？違う、家の近くの韓国料理屋だって。本当に仲良くしてくれたんだよな、うん、俳優になれるよって言われた。いつもね、韓国のおばちゃんに、あ、前息子の分かっこいいじゃないお父さんって動画で話したやつだ。そうそう、俳優さんになれるよって言われた韓国料理屋さんが潰れちゃった。改装なのか分かんないけど潰れちゃってたんでしょ。改装の可能性ないないか。広島はね、やっぱ広島ってここだっけ。いや、巣だ、巣が広島なんだ。それはそう。広島？ここ広島県じゃない？そうなの？広島湾なんて俺も聞いたことない。もう合ってる。す広島湾だ。パパが右の湾なの。チーム選びから週末に子供とゲームをする。アジアだよ。パパ。あ、間違えた。なんて平和な。どうなんでしょうか。ナショナルかな。ファーレン長崎にしよう。 V ファーレン、これがここがね、ちょっとアルゼンチン。よっしゃ、あ、あやばい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 、あ、危ない、ナイスキーパー。キーパー誰？これ今キーパー誰？長崎のキーパー。見る？キーパー見せてくれるの？見るプランで。若原さん、若原智恵。パパもう丸ボタン押して。ナイス。丸ボタン押して。あ、危ない。あ、なんか取れないボールが。ナイスキーパー若原さん。若バラかもしれないけど。やばい、あ、若原さん、ナイスキーパーすぎる。若原さん強すぎない？やばいんだよ、
わかりました。あれパスの数値だから。あーゴールゴール、よっしゃー、 PK PK。 ちょっと待ってくださいよ、今大丈夫大丈夫、若原さんいるから。今ちょっと待ってくださいよ、 PK それはないよ。まずい、決められた。反撃じゃ、来た反撃じゃ。やばい、危ない、わかるすごいんだけど。セービングがすごいね。だってこのセービングやばいよ。キャプテン翼並みに飛べるわ。だってさ、若林だっけ。若林並みに飛べてくれる。ニックネームワカだった。ワカ。ワカ。お、やばい。これはワカを持ってしても止めれない、さすがに。すごかったね今、ワンタッチポン。いやロナウド。メッシってなんだっけ、こうか。今のすごかった。ワカ見てくんないかなこの動画。伝わね、ワカに。長崎のワカ。あ、やばい、くそ、あ、やばい、あ、やばい、あー、きたー、おお、やばい、大チャンス、大チャンス、パス。え、そんなことある。俺並みに今つまずいてたけど。何？何食べる？何もいいですよ。ハンバーガー？ハンバーガー。迷っちゃう。ハンバーガーにしようか。レシピは？あれにしようかな。鳥居のやつにしよう。ホーグ久しぶり。なんだかんだ。YouTube 的にも久しぶりじゃない？俺は。確かにそうだね。うん。安定のホーグ。その帽子何？向こうで買ったの？ハンバーガー。先に入んなかったのね。全然。ずっと欲しくて、なんかラッパーが被ってたんだね。で手に入んなくて、なんか海外サイトみたいなのでママが買ったんでしょ。あ、なるほどね。誰が被ってたんだっけ、ラッパー。ピラフ星人。ピラフ星人。日本の。あ、日本のラッパーなの。あの、TikTok からやり始めた。ヒップと聞くからヒップホップすごいね。言い踏んでるね、なんか。この間でもここのホームにさ、全然話から来たら、イギリスから来てるお医者さんって言ってたもん。結構、まあ、おじさんがファーストラブを見てて、すげえ俺に感動してくれて、すごいファーストラブにハマって13回見てて、で俺に気づいてテンション上がって娘と息子に電話しだして、なぜかその娘と息子とテレビ電話したわ。外国でも見てる人いいんだなって。 iPhone って新しいの出て、もう出た、昨日、もう最後なんでしょ。え、 iPhone って誰かが言ってたんだけど、そんなことあるの、 最後の iPhone。 そんな話題聞いたことないけど。え、最後の iPhone って聞いたんだけど。何フォンになるの次。最後の iPhone じゃないの、嘘、それ騙されてる俺。例語ない、最後の iPhone。 最後、まあ、iPhone 最後って言っても出てこないね。あ、騙されたね。この間でもトカゲ君とさ、夜ご飯2人でなって、うん、将来の話みたいなのちょっとあって、うん、一時芸人さんになりたいとか言ってたけど、最近はどうなのみたいな話したら、いや、僕はそんな、ちょっと夢見すぎてたとか言ってた。やっぱり芸人さんとか、みんなすごい努力してるじゃん。やっぱり僕は夢見すぎてたとか、いきなり言い出して。でもさ、じゃあ俺とかママはね、うん、
芸能人じゃんって一応。それはさ、どう思うのって言ったら、めちゃくちゃすごいと思うんですよ。急になんか何があったの？何があったのかだってセリフもさ、覚えてさ、やるわけでしょ。すごいと思う。いきなり言い出して成長を感じたというか、なんか何があったのか、何かがあったんだろうね。そう感じた瞬間があったの。たまたまそう思ったの。夏休みの思い出は？一番楽しかったの何？夏休み結構いろいろ遊んだ。何？一番思い出なんだろう。俺大谷さん見れたとか、沖縄のシュノーケルか。飽きてんじゃねえか。トカゲくんは？ディズニー？あ、フロリダの？あっという間に2学期が始まっちゃったからね。はい、どうぞ。よしき、珍しいんだ、ハンバーガーで。昨日ハンバーガー食べたから、家で。マック？ちょっとマック太った。体重は変わってない。聞いたからかな、急に太って見えた。なんか見えたけど。いただきます。さあ、というわけで休日の続きはアメリカで人気って書いてドライブです。本当だ、久しぶりだね。ドライブ、クーダでドライブ。ちょっとジムに行こうかなと思いまして。でもさ、夏休み終わって学校久しぶりに会うとさ、1ヶ月半ぶりぐらいに会う友達もいるじゃん。変わってる？やっぱみんなもうちょっと。いや、あんま変わってない。なんかそれが俺すげえドキドキした記憶があるんだけど、まあ今連絡取り合うしね、なんか LINE とかで。いや、しゃ、今もないから。え、ない？みんな、なんかもう夏休みの旅行とかで忙しいから連絡来ないの。あ、夏休み中は無言。 LINE ならない？ならない。それでどこ行ったとか、どこに旅行したとかって話は出んの？学校行ったら小5か。もう半分終わっちゃってると思う。まだか。半分はいいじゃん。3分の1。でも10月になったらもう半分だよね。やば。あれや。最近ママとヤンキーくんとメガネちゃん見たんだよね。うん。どんな感じだった？見て。面白かった？うん。なんで見ようと思ったの？ヤンキーくんとメガネちゃん。ママが、この年頃だったらヤンキーくんとメガネちゃん見ていいんじゃない？あ、そういうこと？見てみたらっていう？うん。面白いんじゃないっていうのでママが勧めてくれたの。スーパー日常な動画になっちゃってるけどいいかな、うん、大丈夫かな。みんな見てくれると思う、これ。優しい。見てくれる、このスーパー日常。この間でもさ、家で俺がさ、セリフの練習しながらさ、うん、なんか言いづらいセリフがあって、俺がさしすせそうとか言ってたんでね、さしせそうみたいなこと言ってたら、パパ、作業が苦手だから練習してんのとか言って超面白かった。で、作業が苦手なわけじゃないけど、なんかたまに言いづらいセリフが意外と聞いてんだなと思って。子供は結構聞いてるから。あと、セリフの練習しててたまにさ、ねえ、なんとかだよねみたいなセリフがあったとして言った時とかも、え、何とか言って普通にセリフに返してきたりするよね。うん、あれも面白いんだよな。というわけで、じゃあ2人でジムに行ってきます。そんな休日です。さあ、もうお風呂も入って早いもんで休日は終わりましたよ。あっという間だったね。うん、今日はでも1日一緒にいてよかったですね。最近ちょっとね、バタバタだったからね。トカゲ君も2学期始まってちょっとバタバタで、俺も忙しくてあれだけど、頑張りましょう。うん、2学期も頑張りましょう。
というわけで今日もね動画最後まで見てくれてありがとうございます。ちょっとまったり動画になっちゃいましたけど、僕もバタバタでなんかちょっと急遽撮った感じだったんで、なんでもない動画になっちゃいましたけど、こんな動画をいつも見てくれてありがとうございます。もしよければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。何今のってよろしくお願いします。今ライトを全部塞いでそれじゃあ皆様素敵な一日をお過ごしください。じゃあねー。エンディング歌ってくださいよ。なあなあ中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、なあなあ中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん、まだ歌ってくれますじゃあねー。じゃあねー。なな中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、なな中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。